はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病や癌になってしまったたくさんの患者さんとそのご家族とお友達のためにですね、献血骨髄バンクにご協力よろしくお願いします。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、何もね、悪化しているところはないという感じでした。まあ先日の病院なんですけども、まずまあ、血液検査の結果からお伝えします。結果は、正常でした。ありがとうございます。血液検査の結果が何回連続ね、正常なのかね、すごくね、嬉しい限りでございますよ。まあその、白血病細胞の、検出もなく、肝臓、膵臓、胆の、肝、膵臓、腎臓といったね、まあ、先生側がこれらはね、すごく注視しているところなんですけどもね、それらの肝、臓器も、すべて正常値で、先生自体も驚かれていました。これはね、進歩ですよ、ほんまにね。だからまあ、本当に自分に、今回は自信を持っていいと思います。が、ですね、がなんですよ。免疫抑制剤を飲み続けている要素になっているね、副腎脂質から分泌されているコルチゾールなんですけどもね、これがね、まだ足りないよということでして、まあ、残念ながらまだまだ免疫抑制剤は今回も処方されてしまいました。でもね、免疫系はね、その副腎脂質から出ているホルモンだけではないのでね、まあ僕の免疫細胞が少なすぎるのかと言われれば、まあそうではないんですよ。ああでね、これね、なぜかというと、血液細胞の白血球というのがね、免疫を司っていますので、まあそれらが正常になってきてるんだよということで、まあなんとか、感染症にも少しは強くなってきておりますと思います。ね。まだ完全体ではありませんのでね、気は抜けません。はい。しかしね、糖尿病の指標であるヘモグロビン A1C ってあったじゃないですか。それの、数値もね、正常でしたので、まあその辺も心配ございませんでした。これね、だから免疫抑制剤飲んでる以上ね、本当にその白血病細胞だけではなくてね、免疫抑制剤を飲んでいることに伴ってくる副作用、ね、これはその、メタボリックシンドロームとかね、糖尿病になりやすいよとかね、すごくね、コレステロールが増えやすいよっていうその副作用がね、出てくるので、まあその辺も注意しておかなければなりませんのでね、本当に気は抜けません。はい、抜けませんので、まあ同じようにね、治療している皆さんもね、共に頑張っていきましょう。はい。そしてね、前回の動画でお話ししていたね、この肋骨の痛みね、この背骨からこのね、脇腹が痛くなるんですよというね、肋骨の痛みなんですけどね、まあこれに関して、血液検査で、そのように関係している、そのものに関係している異常というのは、みんな当たらなかった、異常はなかったので、内科的には何の問題もないよとね、言われちゃったんですよ。うん。で、言い換えればね、内科的には分からない、ということなんですよね。うん。で、そこで考えられることというのは、まあ、筋肉と骨に関することが問題視できるよね、というようなんですよね。なので、整形やったかな、形成やったかな、形成外科やったかな、まあ、どっちか忘れましたけど、その、内科より、その、外科的要因として、診察しないと、まあ、見えてこなさそうですね、とね、言われてしまいました。まあ、それか、まあ、内科的に詳しく調べるとすれば、まあ、レントゲンや CT でね、見てみないといけないようですのでね、また別で予約が必要となってくるんですよ、と言われましてね。まあ、あまりにも強く続くようならば、あまりにもひどくなるようならば、というのが、この、変なね、念を押される感じで、まあ、あなたがそこまで言うなら話聞くよって聞いたら、この空気感でね、染みくくられましてね。まあ、まあ、どれだけ続くのって聞かれて、いや、なんか体感的には30分くらいのたうち回ってるんですけども、多分実際測ったらね、
30秒ぐらいで痛みって収まるんですよ。だからストレッチとかしたらね、こう腕伸ばしたりすると、まあ収まるんでっていうふうなことを言うたら、そういうふうに言われたんで、まあその血液内科的には、白血病の体的には超重要なことではなかったのかもしれませんが、先生がね、そこまで言うんだったらね、まあそう、別に問題ないんでしょうということでございました。はいはい。そしてね、次はね、眼科でございます。このメガネね、メガネの処方箋の詳細でございますけどもね、まあ無事に処方箋を出してもらうことができました。はい。よかったです。というかね、その、視力的にはね、これまでのメガネでも、今のこのメガネでもですね、問題ないよとね、言われましたけど、どうやら、乱視の矯正が弱かった感がありましてね、これをね、メガネの、乱視の矯正するのが、すごく緩く作ってるよというふうに言われたんですよ。でも、まあ、乱視の矯正をぐっとこうね、きつく、それなりに見えやすくするようにすることで、見え方が、こう、きつくなってしまう。わかるかな？これは目悪い人がね、メガネ、を作るにあたって、コンタクトを作るにあたってっていうね、見えやすくしてしまうと、なんていうかね、視界がぐっと強くなって、しんどくなるっていう感じがあるんですよ。だから、まあ、あえてメガネ屋さんっていうのは、こう調整しているメガネ屋さんっていうのは、緩めに調整しているのが多いようなんですよね。うん、まあ、あとはね、まあ、眼科に属しているメガネ屋さんではないところで、視力をこう調節すると、やっぱり知識の差が、力の差、技術の差っていうのがどうしても出てしまうみたいなんですよ。まあ、別にこれ悪いように言ってるわけじゃないんですけども、検査してくれる人も人間ですし、まあ、その人次第ってところもあるみたいなんですよね。うん、だからまあ同じメガネ屋さんのお店であってもですね、そこの人ら、そこにいてる人ら、その時に担当してくれてる人次第で、というふうな、なんかメガネの作り方、見え方、その人が思う、患者さんにとっての、ベスト。その時のベストが、ベストでメガネって作られていってるんですよっていうふうに、なんかそう、なんていうのかね、この締まりのない回答にね、言われたんですよ。ですのでね、まあ細かい調整を、あえてしてほしい人っていうのは、眼科に行くか、まあ、それをしてくれるメガネ屋さんを探すしかなさそうなんですよ。はい。まあ結果的にはね、僕はその場で調整してもらえたんでね、良かったですけどもね、まだ作っておりません。近いうちに作っていきます。はい、ということでね、先日の病院の結果でございました。はい、ということで、白血病がになってしまった患者さんとそのご家族とお友達のためにもですね、献血骨髄バンクに皆さんご協力よろしくお願いいたします。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞご協力よろしくお願いいたします。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。無病息災。